メだ、逃げられねえ。こちらロジャーバスター、正体不明の大型ガンに攻撃を受けている。畜生、何なんだこいつらは。ダメだ兄弟、捕まっちまった。応答願います、応答願います。トリック・オア・トリート。一体何のつもりだ。人をいきなりと捕まえて。まあそう尖るなよ。ちょいとばかり聞きたいことがあるだけだ。聞きたいこと？ちょっと前からお前らがやってる仕事のことさ。周廃センターからライトニングにある基地まで荷物を届けてるだろう。あの基地の中には何があるんだ。知らねえだよ。たとえ知ってたって話すかよ。運び屋には仁義ってもんがあるだ。本当だで、ね、オイラたちは言われた通り倉庫に荷物を置いてきただけで、中じゃ誰とも会ってねえだで、ね、トラック。だったら直接積み荷を調べさせてもらうぜ。この野郎、そいつはオイラたちの配達記録なんだな。てめえ返しやがれ。へえ、おめえら見かけによらず案外マメだな。どれどれ、合成タンパク液、 DNA コンバータ、マイクロマシン培養液。ん、こいつはバイオ兵器の開発材料じゃねえか。ってことはブラックシャドウの野郎が作ってるのは奴みてえなバイオ兵士ってことかよ。ひょっとしたらそいつがブラックシャドウの弱点になるかもな。なんだってんだよこいつ。こんなことしてただじゃ済まねえだべ。オイラたちには高機動小隊のリュースダクっちゅうダチだっているんだい。余計なことを言うんじゃねえ。ほほう、お前ら竜のお友達かよ。こいつは面白いや。救難信号が出たのはこの辺じゃが、何の反応もないの。きっと無事なんだよ。だといいんだが。落ち着きなさい竜。そうですよ、まだダークミリオンの仕業って決まったわけじゃ。待ってくれ。ああ、センサーに何か反応があったぞい。電波信号じゃ。よー竜。ゾウだ、やろう。お友達は見つかったかい。ロジャー、ドラク。ゾウだ、その二人が何をしたって言うんだ。ロジャーたちは子供のためにフルーツを運ぶ優しい奴なんだ。お前たちダークミリオンなんかとは関係ない。へへ、関係なくねえんだな。それがこいつらはブラックシャドウの荷物を運んでやがったんだ。もっとも騙されて知らずにやってたんだろうけどな。何、ロジャー、ドラク、彼らを人質にして何を要求するつもりかしら。へへへ、話が早くて助かるぜ。こいつらが荷物を運んでいた惑星ライトニングにはブラックシャドウの秘密基地がある。この山の地下に何があるのか俺たち幹部でさえわからねえ。だからだな、この基地にあるものが何なのか調べてきてもらおうか。そうすりゃ二人を返してやるぜ。要求としちゃ可愛いもんだろ。そうだ貴様、私たちを利用するつもりね。悪い話じゃねえだろ、お前らにだってメリットがあるんだからよ。頼んだぜ、高機動小隊の証拠。待て、ゾウだ。くそ、絶対罠だぜ。同じダークミリオンだってのにゾウだが知らないってのは変だろ。いや、ブラックシャドウがわざわざダークミリオンと関係ない運び屋を雇ったのはゾウダたち幹部にも秘密にしていることがあるからということも考えられる。ブラックシャドウの秘密。ありがとうよ、役に立ってくれて。おかげで竜のやつがかっ飛んできてくれる。この野郎が。
ご褒美にもうしばらくは生かしといてやるぜ。感謝するんだな。兄弟、大丈夫か。くそ、竜、すまねえ。何、ゾウだ。はロジャーバスターを捕らえ、ライトニングのことを探っている模様で。ゾウだめ、小賢しいやつよ。ブラックシャドウ様、運び屋などを雇って一体ライトニングで何を。お前は私の命令に従っていればよい。つまらぬ詮索は身を滅ぼそうぞ。ブラックシャドウの秘密。人質の二人はどうしてる。おとなしいものですね。先ほどの脅しが効いたようで。そうか、指定のポイントじゃ。この辺りはライトニングでも特に雷の激しい地域だよ。宇宙船での接近は慎重にね。たく、厄介な場所だぜ。でも秘密基地作るの最適。大丈夫ですよ。このギャラクシーランナーはちょっとやそっとの落雷くらいじゃびくともしませんから。頼むぜ。本当に。それより問題は基地の警戒の方だろうね。相手は地下だ。どれほどの規模かわからないが、ブラックシャドウの基地となると厳重な警戒が予想される。それでも俺たちは行かなきゃならない。ロジャーたちの命がかかってるんだ。それにブラックシャドウの秘密に迫るチャンスでもあるわ。みんな十分に注意して行動しましょう。前方にエネルギー反応じゃ。高熱源大接近、攻撃じゃ。防御シールドを作動させて。早速歓迎かよ。だから大丈夫ですってば。この程度の攻撃じゃびくともしませんよ。エネルギー反応さらに増大。え、本当に大丈夫なんだろうな。大丈夫ですよ多分。今の被害は。機体は無事じゃがシールドが 15% ダウンした。この調子で攻撃を食らってたらまずいぞ。戦車、さらに増加。完全に包囲されちゃったよ。よう、高機動小隊の諸君。どうだ。その調子で警報システムの戦車どもと遊んでくれや。その間に俺が秘密を拝ませてもらうからさ。